どうも、哲学徒です。今回もディアブロ3初心者講座やっていきたいと思います。ですね、キャラクターを作って、ゲームをね、プレイすると、まずね、ストーリーモードを、全部クリアすることになると思うんですけど、まあ、ストーリーモード、無事ね、ラスボスを倒して、クリアできたら、それ以外のね、アドベンチャーとかチャレンジギフトとかが選べるようになると思うんですけど、まあ、ここら辺のね、説明を今回はしていきたいと思います。まあ、ストーリーモードは、ストーリーでね、自分の好きな、ところから、まあ、開始したりできるので、まあ、ちょっとね、難易度を上げて、プレイするっていうのがいいかなと思います。でね、アドベンチャーモードと、まあ、チャレンジギフトについては、まあ、アドベンチャーモードっていうのがね、まあ、クリア後の、まあ、メインコンテンツになってくるかなと思います。で、チャレンジリフトっていうのは、まあ、特定の条件で、プレイすると、今、チャレンジ195っていうの出てますけど、まあ、チャレンジリフトの宝箱っていうのがもらえて、なんていうのかな、もうすでにあるキャラクターで、まあ、解いていくみたいな、ちょっとパズル要素があるようなね、やつなんですけども、まあ、ちょっとね、上級者向けかなっていうところはあるので、まあじゃあ今回はまあメインのね、アドベンチャーモードについてね、説明していこうかなと思います。で、アドベンチャーモードなんですけど、ここ、まあ章はどこでも、もう選んでも大丈夫なんですけど、ですね、難易度が、選べるようになって、ノーマルからね、ノーマル、ハード、エキスパート、マスター、多分ね、レベル7、ストーリーをクリアした段階だと、まだレベル70に到達してないと思うんで、このトーメントとかは、出てこないと思うんですけども、最終的にはね、このトーメントが16まで、登場するっていう状態になります。でね、ストーリーモードは、まあ最初ね、全くゼロからやると、ノーマルがクリアで、ノーマルの難易度をクリアしたような状態になるので、まあ、ハード、エキスパート、マスターと、まあ、だんだんとこう、自分の装備に合わせて、上げていくっていう感じですね。で、まあ、最初はそうですね、ハードエキスパートあたりで、レベル上げをして、そこでまあ、レベル70始めるっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、アドベンチャーモードって何ができるかっていうと、一つは、この報酬クエスト、右下の方に報酬クエストって出てると思うんですけど、この、エクスクラメーションマーク、びっくりマークが出てる、ところに、クエストっていうのがそれぞれ発生するんですけど、それを1個ずつこうクリアして、1章につき5個あるのかな、5個クリアすると、まあ、目標はね、ランダムでいろんな種類が出てくるんですけど、宝箱が1つもらえると。それが、5章分あるので、まあ、5個揃えるとね、5個宝箱がもらえるっていう状態になるので、まずこの報酬クエストを、まあ、クリアするとかね、それがいいかなと思います。で、もう一つおすすめなのは、このネファレムオベリスクっていうのが、登場していると思うので、こちらから、ネファレムリフトっていうところに入って、そこのダンジョンをクリアしていくと。で、ネファレムリフトね、レベル70に到達すると、ネファレムリフトの中でグレーターリフトの要石っていうアイテムがもらえるので、それを使うとこのグレーターリフトっていうのに、チャレンジできて、グレーターリフトっていうのはこういうふうに階層があって、かなりですね、150階まである、まあ、最後のやり込み要素っていう感じなんですけど、まあ、レベル1からこう始めてって、まあ、このカッコしてハードとかエキスパートとか書いてあるところが、自分のね、最初の画面で選んだ難易度のところなんですけども、まあ、だんだんとこう上がっていって、最終的にはね、トーメント16が、だいたい、レベル75なんで、そこから先はさらにトーメント16よりも、上のレベルの敵が登場してくるっていう感じですね。なので、まあ、クリアをしたら、まずとりあえずアドベンチャーモードに入って、で、報酬クエスト、または、ネファレムリフトに挑戦して、グレーターリフトを、徐々に上げていくっていうのが、プレイスタイルになるかなと思います。でね、
報酬クエストで手に入るアイテムっていうのが、このね、家内のキューブで必要になるんですけど、家内のキューブのね、取得方法については、次回お伝えしていきたいと思います。どうも、今回も動画を見てくださってありがとうございました。哲学とでした。